持ってたマルゼットのこの外装をちょっと乗っけてみました。ちょっとこの位置とかもね、こうシートとかもこうして外装とかの位置がどんな風になってるのかちょっと確認してみたいと思います。とりあえずね、タンクの位置はね、これ普通にポン付け可能です。ここのまあまあもうこれ画面上見えないと思うんだけど、普通にこの引っかかってる状態で、普通にもうこの引っかかります、引っかかるというかもう普通に乗っかります。 KZ 線とこれ KZ 線のタンクだと思う。 KZ 線が KZ 契約も忘れたんだけど、というかその普通マルゼットのタンクが普通にこうやって乗っかることが可能です。で、特にこのコックの位置とか、特にその辺ももうほぼほぼってこうなんていうの、このいわゆるあの ST とかみたいに、 ST ってちょっとこうでかいじゃないですか、このエンジンルームっていうかこのフレームの位置がね。だからこの ST 形状のフレーム幅なのか、いわゆるその普通の KZ1000 とか Z1 みたいなフレーム形状なのかって、ちょっとその多分2種類あるんじゃないですかね。そういう意味でいわゆるシャフトドライブのやつとそうでないやつのフレーム幅って多分違うんですよね。だけどこれに関しては普通にまあもともとチェーンですけどね、チェーンだからっていうのもあるんだけど、普通にいわゆる Z1 とかと同じようなこのなんていうのかな、エンジン幅っていうんですかね、このフレーム幅ってことでいいんじゃないかなって思います。とりあえずこのタンクは普通にポン付け可能ってことと、あとシートもポン付け可能です。おお、落ちるところだった。こんな風にね、普通にこうやって金具がこうやって届くっていうか付けれるんで、でそのままこの例えばこのダンパーね、ダンパーが普通にこういうとフレームに乗っかるんで、だ普通にこうやって、あの大丈夫、普通につくことができます。ただここの、ね、これマルゼットのタンクのシートだから、マルゼットでこの棒なんですよね、棒がここに引っかかるんで、ここが入んなくて、いわゆるここは、いわゆるマーク2とかの、いわゆるこの、こういうやつね、この四角いこの金具が、ここに引っかかるようにしないといけないから、普通にピンみたいなものは普通にこれつけれないんで、ピンはちょっと邪魔で、このピンがここに当たっちゃうから、ちゃんとこのシート閉まんないんで、ちょっとここは外してあります。このシートは新品ですけどね、あんこ抜きされた。これは普通にこうやってつくことが可能です。で、このテールカウルも、ちょっとこれテールカウルの位置がね、低いというか、こんなもんなのが、まあ、テールカウルでここにこの、なんていうの、このサスペンションね。サスペンションの当たる位置がこの辺にこうやって来るから、大体この辺の位置に来るんだけど、例えばこんな状態にして、ちょっと待ってね、これ、まあいいや、とりあえずこの状態で締めますけど、シートをね。とりあえず締めたら、こんな風にしてね。まあ言うて、位置的にはまあほぼ一緒っていう、まあこんな感じで締まるかなって思います。こんな風にしてね。いい感じにこうやって、ただね、ちょっとこのシートに対してこのカウルがちょっとこうなんていうのかな、こうギュッてちょっとこの無理というかちょっと負荷が強いかなって感じします。まあ、ただつけれなくはないです。こんな風にしてね、ちょっとこのシート的っていうこのカウルがちょっとこう押しつぶされてる感があるんですけど、まあ普通に割れずにつけれるんじゃないかなって思います。ただこうやって見た感じ、ちょっとなんかこの位置が低くなりすぎてる気がするんですよね。だからもうちょいなんか気持ち上がって、まあ、そのこれインチが違うんですよ。リアホイールこれ16かな、16なんで、あもちろんこれ18インチにもします。18インチに改良するんです。その例えばスイングアームも変えて幅広の18インチホイールに交換しますんで、いわゆるこのキャストホイールのね変えるんで、そういうちょっとケツ上げっていうか、まあ、その車高が後半 このシート側上がるんだけど、ちょっとこうしてみるとね、なんかこのすごいなんか車高が低くてなんかのっぺりしてる感じがするんですよね。だからちょっとその辺がね、もう気持ちこうやってなんか車高がこう上がってほしいなって感じがするんですけど、まあそこはちょっとあれかな、フレーム形状的にやっぱシート側が下がってるのかなって気がします。まあもちろんこれもあと、だからこのサスペンションがもう長くなったモデルと18インチのリアホイールに交換するから、その辺は多少見栄えは良くなると思うんですけどね。ただこんな風にして例えばじゃ何をするかっていうと、ここに例えばこんな風にしてね、まあ大体ここの真ん中ぐらいかな、ここのつける分この真ん中ぐらいの位置をこうしてキープして、この辺に金具をつければいいんですよね。金具っていうか、こう例えばここ何もないからこうやってね、何もないんでこの辺にこうちょっと磨いて塗装、まずこの塗装を落として、ここにこのシート出っ張りね、いわゆるこのカウルがつくこの出っ張りの金具を、まあ溶接っていうか、まあハンダね、まあ溶接キットはないんで、板金ハンダね、ハンダでここにこの金具ハンダ付けして、ここにこうしてカウルを乗っけてこうやってつけるみたいな感じにしようかなと思います。これは位置的に分かりやすいですよね。この辺の位置をこの辺の真ん中ぐらいに来るようにこうやって位置固定して、まあ大体ここですね。まあ分かりやすいですよね。こことここがまあほぼつらい位置になるぐらい、まあ、ちょっとこれ難しいけど、これでまあちょうどこのぐらい、ちょうどこの位置をこうやって調整して、まあ、ここの真ん中ぐらい、ここら辺に鉄板切ったちょっとこう四角い正方形な金具でカポってここにくっつけて溶接すればいいかなって感じがします。だからまあ位置的にはここですよね、ここのラインですよね、ここにこうやってここのラインを目安にこうつくみたいな
感じで金具をつければまあこれでリアカウルがテールカウルがつくようになるかなって思います。であとテールランプね、テールランプとか、まあ、テールランプはこれを流用してちょっとなんていうの、まあ、もうこの穴を使ってもいいんだけど、金具使ってここにテールライトがつくようにするとか、あとはこのメーターじゃないや、あのナンバーステーね、ナンバーステーもこうやってここからここの穴を使ってナンバーステープラスこのライトステーつければまあいいんじゃないかなって思います。でまあもちろんこのなんていわゆるこのフェンダーね、リアフェンダーはまああってもなくてもまあその辺を考えるけど、リアフェンダーつけようと思ったらちょっと こいつが邪魔なんで、もうちょいこいつがだこいつ多分リアフェンダーこう作ったらこう当たるんですよね、当たっちゃうからちょっと邪魔だなとか、そこもちょっと考えないといけないなって、まあ、つけなくてもまたこうフェンダーレスキットっていうか、まあ、自分でまた鉄板切ってここまた埋めるようにすれば、これちっちゃいからね、だからこれ埋めるようにすれば、まあ、別にフェンダーレスキット自分で作りゃいいかなって思います。まあ、実際フェンダーレスの方がかっこいいんじゃないかな、あってもいいけどね、あってもいいんだけど、いわゆるこのノーマルっぽくするのかフェンダーレス化するか、その辺はもうセンスですけど、別にこのフェンダーつけようと思ったらちょっとこれまたフレーム位置的にちょっとめんどくさいこの形状だなって気がします。じゃあそんな感じで意外と外装がつくことができたんで、こんな風に簡単につけれるんで、じゃあこれでわかるでしょ、この隙間がすげえちっちゃいってわかるでしょ。だからこれフレームのせいなんですかね、このフレームがそういう風に、まあまあそれその辺はまあいいか、とりあえずつくことはできるんで、ただつけた後にちょっとこれ乗るじゃないですか、これで、まあ、人が乗るわけで、乗った時にちょっとそのカウルにこう人がこうブッてこれ押し付けさせられて、カウルがバキとかって割れたりしないかなんで、そこはちょっと心配ですよね。ちょっとその辺の心配があるんで、まあ、やってみないと分かんないんだけど、少しちょっとこれきつすぎるかなって気がします。だからそれも含めて、うん、やってみないと分からんなっていうの、あとこれはあくまで丸 Z なんで、まあ、丸でも角でも位置は変わんないかな。実際これでこのここもね隙間ほぼないんで、だからこのタンクと実際これもう今この状態で引っかかってますから、タンクとシートの位置はもうこれで完璧な位置で問題ないと思います。タンクとシートは この形でいいと思うんですよ。だから普通にこれはまあ丸 Z ですけど、角 Z にしてもまあ多分一緒じゃないかなって思います。だからそれも含めて角 Z つけるんだったら、またこの辺の角 Z のこのなんていうの、このテールカウルつけた時にどうなるかっていうのも実際このパーツ用意しないと分かんないですけど、まあつくんじゃないかなって思います。じゃあそんな感じで丸 Z のこのなんていうの外装ね、つけれることは確認できましたんで、まあとりあえずじゃあ角 Z のこのテールを元にこの辺に金具付けとかも今後していきたいと思います。ハーネスを準備しました。これもちょっと車種は不明なんですけど、まあ川崎車のやつなんじゃないかなって思います。この辺もう配線の色とか、あとはこのまあもうこれも経験上なんだけど、こういうなんでどっから分岐してるかとか、だいたいこういう部品がどこに集まってるかで、あここはなんかその電装系、充電系統かとか、バッテリー系統かとか、テール系統かとかみたいな感じで、この辺も経験なんですけど、まあ分かりやすいのがもうヘッドライトバルブがついてるところが前側って分かれば、方向はまず分かるんで、まあ順を追ってこうして、あとも配線の色とかを確認して、ここはこうなってるとかって予測も兼ねれば、まあ大体どこにどこがつながってるかって想像できるんで、あとは自分好みのこうなんでレイアウトっていうか、自分がこうつけたい部品に対して配線がどこを向いてるかとか、その辺を意識して作り込めば、まあそんなに難しくはないかなって思います。まあ、こんなのも組んだ後に、あこれつけようとかって、あの車体に組みながら配線するのでめんどくさいし大変なので、もう最初からもうなんていう配線を増設、もうむしろ余るぐらいがいいと思います。余っちゃっても、例えばまた USB 機器とかいろんな機器をこうつけた時に、その余ってる配線をこうつけて、なんていうの、こう増設する必要がないようにするとか、まあ、別に余ってても使わなきゃいいだけだけど、まあ、邪魔にはなるかもしれないけど、別になんか転送の邪魔になるわけじゃないんで、まあ、その辺はもうまたこうやってなんていうの、こうつけておく、余計なぐらいつけておくぐらいでカスタムしようかなと思います。とりあえずメインハーネスもまあまあ毎回やってるけど、全部義母子化してハンダ付けして、とにかくトラブルが起こらないようにする、これはもう自分のこだわりですけど、やっぱりなんかトラブった後からトラブった時に原因が分かんないっていうのがめんどくさいんで、特に配線関係はね、なんで電気がつかなくなったかっていうのがそれがめんどくさいとか、バルブ切れなのか配線切れなのか、なんかじゃあ別の原因なのかとかってめんどくさいじゃないですか。でその辺の原因をもう一つ一つ、例えば義母子外れとかがないように、例えばこの圧着だけじゃなくてハンダ付けすれば絶対外れないし、この通電不良で絶対起きないから、だ安心するじゃないですか、使ってて。そこは考えなくてもいいって意味でね、ちゃんと作ってるから。だからそういうのも含めて、やっぱノートラブルに乗っててトラブルが起こらないように作るっていうのも、こうやってカスタムのなんていうの、大事なとこなんじゃないかなって思ってます。
だからそれも含めて、じゃあとりあえずこのハーネスは用意したんで、じゃあこれらも含めてちゃんと仕上げていくってことにしていきたいと思います。じゃあそんな感じで電装はまずハーネス仕上げていこうかなって思います。まずはメーター周りをこう作り変えてみました。例えばこれどこに何がつながってるか、別にこれマニュアル見れば分かるんですけど、まあ、改めてこんな風にしてね組みやすくしたりとか、あとこう並び順ね、この並び順をこうやってちゃんと並べて組み込みやすくするとか、あとはこう配線を増設したり配線束ねたり、ちょっとこうなんていうの、まあまあとりあえず組みやすくねしたりとか、あと先端ね、こうして先端をこうして変えたりとかして、まあなんていうの、キューピンである必要ないだろう、キューピンにしちゃうとね、今度はそのハーネス側にキューピンの受けをつけないといけないから、またそのキューピンがついてなかったりするんで、ちょっとあとやりやすさね、やりやすさとも関係して、ギボシ化したり、コネクタ化したりとか、その辺はまあこうして選んだりとかして、ハンダ付けしたりとか、先端はこうやって新しいものに交換したりとかね。まあ、当然ながらその辺もちゃんとすればこうくっついた時に特にトラブルなくできるんじゃないかっていう状態にしております。毎回こういう風に組んでるんで特にトラブルが起こらないようになってます。じゃあそんな感じでメーター周りはこうして、またこうやってメモね、ちゃんとメモしとかないと、どこに何がつながるかとかこういうのをメモっとけばつなげた時に困らないんで、じゃあそんな感じでとりあえずメーター周りはこんな風に直した感じになりました。ハンドルのスイッチを入手しました。これは普通に Amazon で買ったやつなんですけど、これ何回か動画で登場してるやつなんですけど、このまあ言うたらまあそんなに高いもんじゃないんですけど、例えば右スイッチはもう今風っていうんですかね、今風のこうスイッチがこう細長くまとまったやつっていうか、まあ単純にこれが何ていうか分厚いじゃないですか、 Z っていうか、もう旧車って結構分厚くて面積取るってことと、まああとはスイッチのこうなんていうか扱いやすさっていうんですかね、単純にスイッチを押しやすくなってるっていうか、例えばこれ左スイッチでこうやって何ていうか、このボタン式で止まるんで、例えばこう戻さないといけないみたいな、旧車ってこういうの戻さないといけないんだけど、これをもうスイッチ式で戻るような仕組みになってるんで、これはすごい扱いやすいです。確か CBX 線とか他の Z1 製作でもこういうスイッチたちが使って組んだと思うんですけど、まあ、ただこれ配線がこれもともと間違ってたりとか、あとこういうコネクタ、なんかこの車ですよね、これバイクにこのコネクタ使わないんじゃないかな、だからこれも結構自分で作り直さないといけないんで、そういうちょっと不便性はあるんですけど、まあ、それらを直して使いやすくできます。だからこれをもう今回はこれ使おうかなと思います。あとその純正は単純に高いっていうのと、売ってないっていうのと、あと状態ね、ピカピカだったりボロボロだったりと、とにかく合わないね、この入手ができづらいっていうのと、あと高いっていう、単純に高いから、あとそんなに使いやすくもないからね、こういうスイッチの問題とかで、だからもうこれ組もうかなと思います。で次にね、このハンドル、これも Amazon で買ったんだけど、これ系のハンドルはね、大体評価が悪いんですよ。バリがあるとか、そのガタが、なんていうか、このスイッチの精度が悪いとか、とにかく加工が必要とかで、このとにかくこれ系のハンドルはすごい評価が悪くて、でその中でもね、これがなんかその評価がそんなに悪くないと言ったら変なんだけど、多分似たようなもんだから、まあでもとりあえずこれ物は届いてみたら、この例えばこうし何ていうの、この精度が悪いとかではなさそうかなって気がするんだけど、これかなりずれるらしくて、これも確かに言ったら完璧ではなくずれてるとは思うんだけど、例えばこれも CBX 線で買ったちょっと高いやつ、確かあれ送料も含めたら6000いくらとかするから高いんですよね。でこのハンドルについても、まあ特にこうやって回りはするんで、まあとりあえず精度的にはまあ大丈夫そうな気がします。でこの穴もちゃんとねじ切ってあるから、まあ、普通に使えるもんなんじゃないのとは思ってます。例えばこれガリガリってこう何ていうの、スムーズに回らないとかね、そんなのあったりするか分かんないけど、あとこのなんか太鼓が入らないとかっていうのあるらしいんだけどね。であとはこれがどうやって使うのかよく分かんない、説明書これついてないからよく分かんないんだけど、ただこれ中にこれもうすでに入ってるから、この大きさによってこの今白いの見えますよね、これを例えばこの赤とか緑で何か変えたら何かがあるんですかね、これなんか大きさが何か違うとか分かんないんだけど、とりあえずこれが普通にこう引っかかってこうやってグッてこんな風にねできるんで、まあこれも普通に使えるやつなんじゃないかなって思います。だから右スイッチをこうやって組み合わせてね、こんな風になるんだけど、こういう風にねなるんですけど、まあ普通に使えるもんなんじゃないかなって思います。じゃあそんな感じで、とにかく今回はこうやって実用性が高く作るんで、じゃああとはこれもこういうのも配線も含めちゃんとこのハーネスに合うようにこの配線を改良して使えるようにしていきたいと思います。まずは右スイッチをばらしております。これね、こうテスターとかでちゃんと測ってどこの配線がこうなんでこの役割してるかっていうのをこうやって測ればいいんですけど、ただこれね使いにくいっていうか、これまあさっきも言ったけど配線が間違ってたりするんですよね。例えばポストを使うときに、例えばこのポストと、あとちょ分かるかな、ポストとこのここのなんていうのブレーキこう握ったときに通電するスイッチが一緒になってたりとかして、なんだこれってなってるんですよ。例えばこれブレーキスイッチと連動するためなんですかね。
だからこう握った時になぜかこのなんでここに繋がってんのかなっていう、だからこれ例えば握った時に例えばメーターライトとかブレーキのテールが光る、あのブレーキランプだけじゃなくてテールも光ったりとか、なんかこれ不思議なこの動作しちゃうんですよね。だから独立してなくて なぜここが繋がってんのかって謎なところがあって、例えばパープル、これでいうパープルで、あの紫ね、紫は独立してるんだけど、なぜかこの赤白が一緒になって、 なぜかポストの配線と一緒になったりとかして、こうやってねちょっとこう配線戻してこうやって、ね、向いてみるとこんな風にしてなぜかこの繋がってたりするとこがあって、なんでかなっていうところがあったりします。だからこれ一回ほどいて、まあ、外してハンダ付け直すというか、また別で独立するとか、まあ、こんな風にして、ただこれ黄色ね、いわゆる黄色が川崎車っていう茶色になるから、いわゆるあのブレーキのブレーキって青と茶色なんですよね。だから茶色に 12V 送っておいて、で握った時に青に電気を送る、いわゆるテールランプに電気を送るっていう風にすれば、こうテールランプっていうか、まあそうテールランプね、テールランプとあのブレーキランプってちょっとごっちゃなりやすいから難しいんだけど、いわゆるポストを入れてる時にちょっとだけ光るところがテールライトでいいのかな、でブレーキに来た時に光るのがブレーキランプってことでいいのかな、ちょっとその辺ね何が正式名称かもう分かんないんだけど、とりあえずこれがなんかまとまって変な配線になってるから、それ直さないといけないです。でここに配線があるとこうしてね、いちいちこのブレーキランプをこうで独立させてまたつなげる必要ないから、ここにまとめておく、ちょっとその辺すっきり配線周りすっきりできるんで、ちょっとこれも使おうかなって思います。じゃあそんな感じでちょっと余計なところにこうやって配線がつながっているところを直せば完璧に使えますんで、ちょっとその辺中をこうやってほどいて、このハンダ付けされているところ、これをやり直せば、まあ、完璧、自分の思い通りの配線につながるできるはずなんで、ちょっとその辺改良しております。ギスイッチのカスタム完了しました。これで配線は特にもう今のこのハーネスに合わせたギボシカができましたと。次左スイッチなんですけど、やっぱ左スイッチもこれ加工が必要です。これ毎回加工してる気がするんですけど、当然この説明書通りに結線されてません。例えばこうして配線をこう中でこうバラしてみると分かるんですけど、まずそもそもオレンジがないんですよね。オレンジが出てなくて、例えばオレンジレッドとかこの赤とオレンジとかあるんだけど、例えばオレンジ、まあこれはあれかな、ウインカーの真ん中になると思うんだけど、ウインカーがこうくっついてて、これが途中でこの黒になってたりとかするんですよね。こうやってつなげられてね、で黒がなぜかこの何だろう、このミニスイッチじゃないけど、 これみたいにこれみたいになってたりとかして、なぜかここに独立してるとか、例えばこれあのクラッチ握ったらエンジンかかるようなそのスイッチとしてあるもんかと思ったら全然違くて、いわゆるクラッチにこうやって なんていうのクラッチじゃなくて、なぜかウインカーのメインかなになってたりとか、だ左右が、ここの配線でいうとグリーンホワイトとかグリーンブラックとかなると思うんだけど、こっちはまあ合ってるかなって気がします。一応あとホーンはあれか、ホーンは正しかったですよね。ブラウンとレッドホワイトがつながる、押した時にこれがつながるっていうのは見たんで、だこっちのねオレンジが真ん中で、だ左右に右か左かどっちかなると思うんだけど、なぜかこれがこの、まあ、こうして中見たらわかるけどね、このハザードのところとこのこっちのターンのここのスイッチがこのオレンジが入ってたりとかするから、両方にね、だこのオレンジがまあ真ん中とかで、まあ、間違いないんじゃないかなっていうのと、だこいつ押したらオレンジからこの左右というかどっちにも電気が出たから、ピカ両方ピカピカするんだけど、まあ、これ中見ても分かりやすいですけど、そのオレンジが出てきてないから、どこにオレンジ行ってんのと思ったらこれ黒だったっていうね、だからちょっと意味が分かんない配線になってます。これ配線が間違ってるんですよね。であとはこの使わないとこ、パッシングとかもまあ別にあってもいいんだけど、例えばなんかのサインとかにね、別にこれなくてもいいわけじゃないですか、言うて、あないと車検通んないとかってわけじゃないから。であと自分がやるっていう考え方として、使わないスイッチをこうやって配線してるとトラブルの元になったりとかするから、もうなくしちゃうとか、いらないやつはもう切っちゃうとか、自分はそういう風にしてます。だからめんどくさいしね、そもそもこれつなげると、まあ、あった方があるんだったら使いたいけど、いらないしねっていう。だからこういうパッシングのスイッチとか全然使わないとか、だこういうのも決戦しないとかで自分を割り切っちゃってます。いらないしねって、そもそもあっても使わないしねって、使った記憶がないしねって、あったとしても使おうと思った記憶もないから、なくてもいいんじゃないかなって思います。だそういうのも含めトラブル防止とか、使わないものを配線しないっていう風にして自分は組んできます。であとはこうしてバラしてみて、ちゃんとこうやってハンダ付けできてるかとか、まあ、できてない、ハンダ付けってこうギボシってこう圧着だけなんだけど、こういうのも言ったら抜けやすいんで、こう配線が抜けたりとか、あとここが錆びたりとかして通電不良とか起きやすいから、こういうところもちゃんと自分ハンダで止めたりとかします。であとちゃんと自分の目で確認することをね、とにかくね信用できないんで、部品とかこうやって新品でもね。であとは中古とかなんていうと、誰かがいじくって配線の色がおかしくなってるとか、繋がってないところに繋がっちゃってるとかも全然あるから、自分はとにかく自分の目で見ないと信用できないです、部品とかはね。だこういうのもバラして自分の目で見て、ちゃんと自分でハンダ付けして作り直すってことしないと安心して使えないですよね。でそんな感じでとりあえずバラしてみたらこんな風になってたりとかするんで、ちょっとめんどくさい仕様になってます。
まあ、それでその辺は作り変えますんで、じゃあ左スイッチもこの説明書通りにいかないんで、じゃあ加工してちゃんとこのハーレスに合うようにギボシ化して、じゃあカスタムしたいと思います。左スイッチの組み込み完了しました。これでハーネスとか、あと自分が使いやすいように配線作り変えましたんで、右と左で特にこれで問題なく作れたかなって思います。まあ安いし、まあまあとりあえず安いんだけど、まあ、毎回加工が必要っていう意味ではめんどくさいですけど、まあアマゾンの商品もこういうなんていうのね、なんでこうなって売ってるんだろうねって、昔からね、ね、いつまでだったら、いつになったら治るんだろうって本当疑問なんですけど、まあそこはしょうがないから、もうそうなってるんで、まあそれがまたちょうどいいものがないとか、あと高いやつか安いやつしかないから、まあもう直すしかないのかなって感じです。とりあえずこんな感じで左スイッチと右スイッチ完了したんで、じゃあこれでハンドル周りはこんな感じで、このスイッチ類は改良できました。ハーネスを改良したりしておりますが、やっぱこのハーネスね、まあ中古だからしょうがないっていうのもそうなんですけど、前オーナーがいろいろ改造してるあたりがちょっとなんか不安なところがあったりします。例えばこういうところもバラしてみたんですよ。なんか変なハーネスのこのなんか結び方っていうか、なんかわけわかんない、例えばこことかもそうだったんだけど、こうやってなんかこう なんか知らんけどこんな風になってたりとかして、なんていう変なこのここになんか輪ができてるとか、なんかわけわかんないこのハーネステープの巻き方されてるなと思ってバラしてみたら、なんかこの配線が出てきたりとか、例えばこうコネクタが出てきたりとか、例えばこんなところとかもそうなんだけど、なんか黄色いテープぐるぐる巻きにして、その中からまたこういう風になんかこのギボシこうつけてるところが出てきたりとか、あとこの黄色のテープでなおかつその上からまたこの黒いテープで巻いてあると、こんな風にして見たら分かりやすいけどしてあったり、多分純正でこんなことされてないんですよね。であと どっかがあの例えばテスターで測ってみたら変なところに通電とかしたりして、あこれちょっとまずいなと思ってもうバラしちゃいました。バラしたというかその辺もね、なんかおかしい反応するなってことを感じたんで、ちょっとその辺もまた完成した後にめんどくさいことにならないように、もう最初からバラしちゃってどうなんだ、自分の目で確かめる、どこがどうなってるかとか、いじくられて変なところに配線がくっついてないかとか、それも確認しながら作業を進めます。だからこんな風にね、例えばこんな風にしてここでなんか配線が折り曲げられて、多分ここになんかコネクタが多分まとまってるんですよね、こんな風にして。だからそういうのもね、なんかこの前オーナーが下手くそなことしてるなって感じがします。だから元からこうなのか、絶対こうじゃないと思うんだけど、なんか変な改造されてんなって印象があります。とにかくその辺も含めて、こうやって下手にいじられてる ところがめんどくさいですよね、中古品って。特にハーネスって配線がいっぱいあるから、どこに何がつながってるか分かんないとか、つながっちゃいけないところにつながってて予期せぬ誤作動を起こされるとか、まあ、キャブ車はそんなことあんまりないと思うんだけど、ただやっぱめんどくさいじゃないですか、変なところにつながっててそれが悪さしてくると、で原因が分かんないとかなっちゃうから、だから下手にいじんなよって感じなんですよね。だからこういうのなんか分かっててやってんのか、多分分かっててやってないと思うんですよね。ごちゃごちゃしててまた変な感じになってるしね。だからその辺も含めてね、もうこうやって価値あるものというか、ちゃんとできないんだったら触らないでって言いたいです本当に。だって直すのがめんどくさいしね。だからそういうのも含めて、まあ、ハーネスもいろいろ改良しないとちょっと大変そうなんで、まあ、それもちょっとずつこの部分的にちゃんとテスターで測って、どこと何が間違ってるとか、どこをどう改良すればいいか、その辺もこうやって確認しながらこうやって改良を進めております。ハーネスがちょっと前オーナーでいじくられてて怪しいところ、この真ん中ね、いわゆるここが先頭で、まあ、ヘッドライト部分からのこの真ん中あたりね、この辺がなんかもう前オーナーがいじったっぽいような跡が結構でかいんで、ちょっともうこの辺全部バラしてみました。もう案の定やっぱひどいっすよね。例えばこういう風に途中でこうやって圧着工具でこうやってなど締め付けてこう延長されてるっぽいんですけど、例えばこれらがねこう引っこ抜いたら簡単にこうやって取れるとか、もうひどすぎる、雑すぎ、作業雑すぎです。例えばこういうのもね、多分引っ張ったら取れんじゃねえかな。これ一箇所取れましたからね、ポンって。だからこんな雑い仕事されてたりとかするんですよ。まあ個人でやったのか知らないですけど、だこういうのを放置して車体に組んで、あれなんかつかなくなったとか、なんか動かなくなったとか、そうなったらめんどくさいから、もうこれ大変でしたよ。こんなにゴミ出ますよ、これね。だこの黄色のテープで巻かれた上にこの黒いテープで頑丈にやってるから余計バラしづらくて、だ結構その作業の手間暇かかりました。でこの中でこうして、まあこれは元からなのかな、わかんないけど、このテープで巻かれていろいろこう、なんていうの、この分岐させたりとかするんだけど、この辺も一回バラしてみてちゃんとできてるか、一応ちゃんとハンダ付けとかもしますけど、だこれ圧着工具ってこんな風に取れたりするからね、別にちゃんと閉まってればいいんだろうけど、やっぱ引っこ抜けたりとか、まあハーネステープで巻いてるからいいかもしれないけど、錆びたりとかしてこの接触不良とかも絶対起きるはずなんで、ハンダで付けた方が絶対いいと思います。だからこういうのも含めてやっぱ安心して組みたいから、とにかく不良箇所ってのを絶対になくす、トラブル箇所っていうか、なんか将来起こったら困るようなところをなくす、ゼロにするってことが
っぱり乗り続けていく上で安心だったりトラブルが起きない車両を作るってことの秘訣じゃないかなと思います。特に電装系は大事ですからね。だからまあとにかくいらないっていうか、まあ何のために使うかよくわかんない配線とか、まあ、この辺はもうとりあえず撤去したりとか、まああっても意味ないと思うんでね。だそういうのも含めて、緑とか灰色はこのいわゆるウインカーとかになるんだけど、これ何のためについてる、まあその辺はこの車両が何のためについてるのか、元からなのか前オーナーが延長したのか知らないんだけど、とにかく変な配線が多すぎます。だその辺もいらないとことか、あと無駄にこの分岐が多すぎるとかあるんで、例えばヒューズつけたいなって思った時に、そのヒューズの先端だけじゃなくてもいろんなとこに分岐しちゃってて、なんかこれヒューズが取れないとかのがあったりするから、何のためにこれついてるのかよく分かんないとかもあるんで、ちょっとそういうのも前オーナーがいじった箇所とかもこうやって直しつつ組み直しちょっとしてっております。中間のバラシからこの辺のテール周りのバラシもやってみました。これなんでかっていうとね、テスターで測ったらやっぱおかしいなって思ったのはこういうところとかね、白に例えばオレンジが混ざってたりとかしてて、これ元からこうなんですかね。ちょっとその辺が不思議なんですけど、なんか変だなと思ったらこういうところに直結されたりとかね、謎仕様だったり、あとはこうやって前オーナーが触ったようなこのクリップ跡というか、でこれ引っ張ったら引っこ抜けちゃうっていうね、そういう変なのがいっぱいあったりとかして、まあ、その辺も全部直しております。で、例えばこうやってバッテリー線がこうやって来るとか、この辺もちょっと独立させたりとか、あとオレンジがあのウインカーの元の電源なんですけど、例えばこれがね、なんか半端にこうして、なんかこのヒューズなのか知らない、ヒューズっていうか、まあそうだね、ヒューズね。ヒューズに生かすためにこうやって分岐してんのかわかんないんだけど、例えばこんな風にして分かれてて、で、途中でこの、なんかこのオレンジと青、オレンジ青が、オレンジにこうして分岐されてたりとかってちょっとめんどくさいことになってるんですよね。だからなんかこれおかしいよなっていうテスターで測ってて、もう中身が信用できないからもうバラしちゃいました。でバラしたらこんな風にしてなんかいろんなところにこう分岐させられてたり、なんか変な改造跡があったりとかして、だからなんでこんな風なことすんのかなっていうのは謎で、例えば赤いとこからこの赤線からこのなんかあこの青赤でこうしてなんかちょんってこう出てたりとかして、何のためにこれ使うのとかね。だからなんかこの 赤線っていわゆるこのテールランプとかなんだけど、テールランプがそうだ、テールランプねとかなんだけど、ポストね、ポストのスイッチに なんかこういうのがちょんって出たし、ね、意味がわからんでなってて、なんか本当に不思議な中身してます。まあこの辺はこれで全部作り変えるからいいんだけど、だこういうちょっと複雑な、なんかもう怪しくていわゆる中身ないと安心できない仕様が結構てんこ盛りだったんで、それをもうがっつりこうやってハーネステープほどいて直しております。結構ややこしい作りはしてますけど、こうやって一箇所一箇所ちゃんと見て仕上げていけば、なんとかちゃんとしたハーネスが出来上がると思います。結局バラシめっちゃバラしてますもうなんかね、いろんなとこで分岐したりとかくっついたりとかして、やっぱこうバラして良かったなって思います、つくづくね。でこれバラして分かったのは、例えばこういうとこになんかすごい3つぐらい、例えばこの赤青とかがすごいこうやって分岐してて、こういう3つがこれ3つついてる、これ3つ分岐してたりとかしてて、なんでこれ3つ分岐してるか分かんないんだけど、例えばこういうのも1本の線にまとめて、あと分離させちゃって、この配線つげ足して、いわゆるヒューズっていうのは、例えばこっち、いわゆるここにヒューズつけて、ヒューズからここになんかヘッドライトのところに引っ張ってくる配線に作り替えようかなって思ったら、こういうとこまたほどいたりとかして、バッテリーとかの線がこうやってなんか戻って、テールに戻ってたりとかするから、そういうのをほどいて、この、なんていうの、このヒューズ側からこのヘッドライト側に向かうようにして、こうやってまたなんか作り替えるとか、元の配線をこうやって方向を変えるとかね、したりとかして、なぜかこうテール側にこう持ってて、多分何かしらがあるんでしょうね、ここにね。だそれをこうやって変な分岐されてたら、これを 逆転っていうか、向き変えたりとか、例えばあと、ブレーキランプのヒューズつけたいときは、この、いわゆるブレーキのランプに こっちがこう分離させて、こっからこうやって2本でヒューズにこうやって持っていくとか、そういうことを作り変えようかなって今からやろうとしてます。だこういうのもね、なんかあの、配線を増設するよりも、元の配線をこうやって使って、こうなんかヒューズとかの配線つけた方がスマートではあるから、外側にこうやってまた配線つけるよりはね、だそういうのもあったりとかして今ちょっと改良してます。とにかくあの無駄な配線がすごい多いっていうのと、色が変えられててなんかこう分岐したりとかしてたから、かなりめんどくさい作りしてるなって感じの印象があります。まあそれはもうこれで大丈夫かなって思うんで、改良って意味でね、これで改良して、もう特にもう見えないところはないと思うんで、見えないところでまた分岐したりはおそらくないとは思うんで、まあ、この状態で仕上げようかなと思う。とにかくもう信用できないんで、こういう配線たちって中で何されてるか分かんないから、まあでもこれで完璧に仕上げられるかなと思います。だからテール側は
そもそも必要ないんで、テールランプとウインカー2つしか必要ないから、本来こんだけ細くなるんですよね。もともとめっちゃ 太かったと思うんだけど、こうやって、こうやってね、いらないやつをこんなにもう弾きました。だからこの、なんていうの、無駄にこの分岐が多くて、こいつら弾いたんで、だから実際こうやって必要なものさえやればこんだけ補足できるとかね、部品が少なくなるよ、配線が少なくなってもできたんで、なぜかこんなに無駄に配線が多かったっていうね、まあ、そこは謎ですけど、元からこうなのか前オーナーがいじくってこうなってるか知らないですけど、まあ、とりあえずそんな感じで軽量化っていうか、いらないものを弾いちゃいました。じゃあそんな感じでこれを元に、じゃあこれからハーネス仕上げていきたいと思います。フューズボックス仕上げました。ここハンダ付けして、ガスケット 液状ガスケットみたいなやつでこうやって埋めて、こうやって何ていうの、こう接触不良とかこうプラスなんで、ショートしたら危ないんですよね。だからこれも埋めちゃって、あとこの辺は使わないか、まあ、使う時にまた増設すればいいかなって、一応こういうのもあるんで元から付いてですね。どっちかっていうと、もうこれ外したりしないから、もうハンダ付けしちゃって、例えばこれも結局接点不良とかになりやすいっていう、まあもちろん時間経ったって意味ね、何年何十年経ったらこういうところからも接点不良を発生しちゃうんで、どうせ抜き差ししないから、もう最初からハンダ付けもうつけちゃってます。であとこうしてギボシでこうやって取ってね、こう簡単にこうつけやすいようにこうやって加工しましたと。じゃあそんな感じで、あとメインだったりブレーキ、ウインカー、ヘッドライトをこんな風にしてこうつけてるんで、まあこれ数字に関してはもう Z のあのマニュアル通りのブレーカーじゃないや、このマニュアル通りのこのアンペア数なんだけど、まあこんな感じで仕上げましたと。もちろん LED とか使ったらもっとこれ減らしてもいいんで、例えば普通にハロゲンじゃなくて LED 使えばもうアンペア数激変しますから、だからそう考えたらもうヒューズ飛ぶことってほぼありえないかなって思います。LED にしたらね。まあとりあえずこれはまあ安全装置って意味でもこうつけてた方が、まあなんていうの、安全かなって思います。じゃあそんな感じでヘッドライトじゃねえ、まあヘッドライトもこうリレー化するから、これ意味ないんだけどね。ヘッドライトリレー化して、そのバッテリーが直接行くようにその別のリレー使ってやるんで、こう結局使わないと思うんですけど、まあ、とりあえず準備はしておきました。じゃあそんな感じでヒューズボックスの増設を作ったのを完了しました。ハーネスを作り変えました。こんな感じ、この辺はちょっとヒューズとかがあるんで、ヒューズボックスの長さに合わせて切ってつけようかなと思います。とりあえずこんな感じで、もういろいろヒューズとか、ただヒューズ例えばこういろんなものをヒューズで通せるようにってここに集めてみたんだけど、意外とね、もともとの余ってるものがすごい多いから、なんかそんなに増設することもほぼありませんでした。なんでもともとあるやつをこう流用して、このヒューズに行かせるようにやつとか、結構もう6系統ぐらいあるから、もう全然こと足ります。例えばこのヘッドライトリレーとかつけて、いわゆるヘッドライトオンにしたらバッテリーから直接行くような電源とかも、もう既存のあるこの配線とかでもうできちゃうんで、だからそういうのも含めて、もう元からこの配線がすごい多いなっていう状態です。だからまあ増設することってもうありえないというか、もう 余るぐらいですね。かなり余ります。まあ、こんな感じで普通にこう作り変えましたんで、まあ、あとは必要に応じて何かしら木干し変えるなり、あとはこう増設することはないと思うんだけど、こんな感じでハーネスは完成しました。オルタネーターの配線をこう作り変えました。でこれ中開けてみたんだけど、結構綺麗で、まあ、当然この40年ぐらい前のバイクって言ったらそういう意味なんですけど、でもこう開けてみたらね、これいじくった後っていうか、走ってないのか何かしら触ってこうなってんのか分かんないですけど、綺麗すぎるんですよね。こう塗装剥げとかは全然もう年代考えたら当たり前だと思うんですけど、でサビとかもまあ言うたら当たり前だと思うんだけど、そんなに言うてひどくなくて、泥もべちゃべちゃついてないんで、あんま走ってないんじゃないかなって思うんですよ。こう直した後であんま走ってないのか、もしこれがレストアされてたら、こういうところ爪がこうやって何でも純正っていうか、まあ純正っていうか、まあ交換したらこうするんだけど、なんか周り止めみたいな感じでね。だからこういうので、例えば一回やったのか一回もやってないのか分かんないけど、そんなに汚くないかなって感じがしてて、まあそういう意味では当たり答えなのかなって気がします。とりあえずこの辺も、例えばこうやってオルタネーターとかってこうやって焦げるんで、このオルタネーターのこのダイナモとかのね、焦げちゃうから、こういうのも全部新品に交換してハンダ付けしてます。でこの辺の配線も交換したりとかねして、もう新品に変えてるんで、まああとこれをこうつなげればこうちゃんと機能するようにみたいな感じで作り変えました。じゃあそんな感じで、特にこの辺も開けて、カバー開けてみたら意外と状態良かったっていう、またそんな話です。じゃあそんな感じで配線類もこうして、まあ、仕上げてって、最終的にはまずは起動っていうかね、初爆チェックとか、とりあえずエンジンが動くか、まあ、圧縮が結構高いんで、普通にもうなんでエンジン動かせるレベルにはなると思うんで、そのこれハーネスがないから、一回ハーネスつなげて、点火系つなげて、
初爆チェックぐらいはちょっとしておきたいかなって思うんで、ちょっとまずは配線関係仕上げて、このエンジンが点火するかってところのチェックまでやりたいと思います。